この項目では2014年シーズンの J リーグディビジョン1について述べる。2014年シーズンの J1 のクラブ数は前年同様の18。ガンバ大阪とビッセル神戸は1シーズンで J1 に復帰。徳島ボルティスは初の J1 昇格。突起なき場合、監督代行はトップチームのヘッドコーチが務めた。試合のレギュレーションそのものに、 大きな変更点はない。リーグ上位の得点として与えられた AFC チャンピオンズリーグ出場権については2015年大会からアジアサッカー連盟ランキングに基づく一部修正が行われ、日本からの出場枠が本大会4チームから本大会3チーム、プレーオフ進出1チームに変更となった。これを受けリーグ上位の ACL 出場権は上位3チームが 本大会進出から上位2チームが本大会進出、3位がプレイオフ進出に変更となった。なお、月間ベストゴールの選考方法がファンサポーターによるインターネット投票からファンサポーターによるノミネートゴール選出、J リーグ選考委員による選定に変更になっている。2013年12月17日に2014年の J リーグのスケジュールが発表された。 3月1日に開幕し、12月6日閉幕の全34節306試合で行われる予定だったが、最終節のアルビレックス新潟対柏レイソル戦が大雪の影響で中止となり代替試合が12月8日に行われた。途中、2014FIFA ワールドカップの関係で5月17.18日開催の第14節から約2ヶ月間の中断期間に入り、 7月19日開催の第15節から再開した。リーグ序盤戦は安定した戦力で3連覇を狙う広島、DEF、伊藤幸都 DEF、庄治玄、MF、柴崎学、MF、豊川雄太、FW 土井聖馬といった若手の積極起用策が功を奏した鹿島、ペドロジュニオールとマルキーニョスの2トップをはじめとする大型補強が実を結んだ、神戸、 日本代表 GK、西川修作の加入で、守備の安定度が増した、浦和などのチームがリーグを引っ張るが、AFC チャンピオンズリーグ2014との過密日程を強いられ勝ちきれない試合の続いた、広島が一歩後退、代わって、ダークホース的存在だったトスが、上位に浮上する。W 杯中段前のリーグ前半戦の順位は、首位浦和、2位、トス、3位、神戸、 4位鹿島の順であった。W 杯中段明けの後半戦に入り、神戸が中段明けの4試合で2分2敗と失速し、友情争いから交代、変わって上位に食い込んできたのは、前年の戦力を維持し ACL の影響もなく、シーズン前からの下馬評も高かった川崎と、前半戦終了時には、首位浦和と勝ち点差14の降格圏16位に沈みながら、 中断期間中に怪我から復帰した、宇佐美隆と期限付き加入した、パトリックの2トップの活躍で中段明けに号連勝し、一気に上位に食い込んできた GO 坂の2チームであった。そんな中、首位を争っていたトスが、第18節終了直後に、監督の印象感との契約を突然解除。これで、チームに動揺が走ったのかトスは、首位争いから一歩後退し、第19節以降は、 浦和が安定した戦い方で首位をキープする。浦和は第22節から4連勝するなどこのまま逃げ切り優勝かとも思われたが、第26節以降は5試合でわずか1勝と勢いが衰え上位混戦に拍車がかかる状況となる。第31節終了時には5試合で1勝4敗と失速した川崎の優勝可能性が消滅。優勝争いは浦和、自大阪 鹿島、鳥トスの4チームにまで絞られ、第32節の浦和と G 大阪との勝ち点差後での直接対決で浦和が勝てば、その時点で浦和の優勝が決定するという状況にまでこぎつけた。しかしこの試合、終盤の佐藤孝大、倉田秋の得点で G 大阪が2のゼロで勝利し、優勝の可能性を残すと、さらに次の第33節、 主位浦和と4位トスの直接対決で MF、安倍祐樹の PK で浦和が先制するも後半アディショナルタイムにトス DF、小林久明に同点ゴールを決められ引き分け。神戸に勝利した G 大阪が勝ち点で並び、得失点差で G 大阪がついに首位に浮上する。迎えた最終節、勝ち点で並ぶ G 大阪。 浦和と勝ち点差2の鹿島の3チームに絞られた優勝争いは、G 大阪がアウェーで徳島に引き分け、浦和がホームで名古屋に逆転負け、鹿島がホームでトスに負けとなり、結果的に勝ち点差1で G 大阪が差し切って2011年の鹿島以来にチーム目となる J1 昇格年でのリーグ優勝、さらには史上初となる。 首位と勝ち点差14からの逆転優勝を成し遂げた。浦和、FW、コオロギ心臓の戦線離脱もあって、最後の3試合で1分け2敗と、またしてもリーグ終盤で失速し、優勝を逃す結果となった。なお、AFC チャンピオンズリーグ2015出場権については、G 大阪浦和、カ島のほか柏がリーグ最終盤に七連勝して、トスに、 勝ち点、得失点差で並び、総得点の差で柏が4位に食い込み、G 大阪が第94回天皇杯で優勝したことから、柏も ACL 出場権を獲得した。一方、残留争いについては、開幕戦で0から5と大敗、そのままリーグワーストとなる開幕から9連敗を喫し、浮上のきっかけがつかめないまま最下位に沈んだ徳島が、 第28節終了時に5試合を残して、シーズン前試合再開が確定。残る2チームについては、第31節終了時点で勝ち点差6の中に、ひしめく甲府、仙台、清水、大宮、新大阪の5チームに可能性が残り、第32節で広島に勝った甲府、第33節で徳島に勝った仙台の J1 残留が確定する。一方、 第33節で鹿島に敗れた C 大阪の16位以下が確定。最終節に残る1枠を清水と大宮が争う形となった。負けなければ残留の清水は甲府相手に無失点でしのぎ、スコアレスドローで残留を確定。一方、大宮は C 大阪に勝利したものの、10年キープし続けた J1 の座から滑り降りることとなった。 最終更新は2014年12月8日の試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得出点差3、得点数。1大94回転ハ杯、全日本サッカー選手権大会優勝クラブにも、AFC チャンピオンズリーグ2015参加資格が与えられるが、同大会優勝クラブが J1 リーグ戦上位に入った場合は、 リーグ戦時点のクラブに参加資格が与えられる。最終更新は2014年12月8日の試合終了時出展、J リーグデータサイト1差10列のチームがホーム側。色、青イコールホームチームが勝ちキイコール引き分け赤、イコールアウェイチームが勝利。最終更新は2014年12月8日の試合終了時出展、J リーグデータ最終更新。 2014年12月4日出展 J リーグデータ中期全シーズンは j に。ありがとうございます。